アトサタ、ザ・アルトシーテクサ。どうしたの？クト単業トスツゾチコウトを生きてサオトを追っていると、デ単業トオヤリザ・サテイセタイと立っており、ルンジ。うん、協力するよ。悪ゾガイク知れてしてしたいと、デトウギソジ。その曖昧な説明の食べ物は何だ？クケン、アルテルはできてたとかい。とってたら代理だと。また変わった掟きてだね。まったく、なんというふ。この中に頼んで。やりらたか。そう。ゼルガント、きっと。アルテルアチ。ウラーン、くだらなくとも起きては起きてか。くだらなくなんかないよ。ん？あの人たちにとっては大切な起きてなんだ。ほう、なんだここは。お墓かな。にしては名前も何もないぞ。それにどれも新しい。守るだけの価値がある大切な起きてなんだよ。おう、なかなか言うようになったな、小僧。僕、もう小僧じゃないと思うんだけど。いいから行くぞ。
この。いや、仮面の町に入れるんだってね。ちょっと荷物を届けてほしいんだけど、いいかな？わかった。助かるよ。仮面の町で武器屋をやってる人らしいんだ。荷物よろしくね。荷物よろしくね。大丈夫？元気だった？うん。お兄ちゃんがくれたお薬を飲んでるから平気だよ。よかった。お兄ちゃん、今日はヨナと一緒にいてくれるよね？うん、もちろんさ。本当に？今日はお兄ちゃんお家にいるの？ああ、今日はヨナと一緒にいるよ。やったー。さあ体に触るから早く寝よう。
夢にまで封印されし言葉が出てくるなんて。おはよう、お兄ちゃん。おはよう、ヨナ。どうしたの？お兄ちゃんも体痛いの？ううん、変な夢を見ただけだよ。夢？なんでもない、大丈夫だよ。ヨナも夢を見たよ。へえ。どんなゲーム？言葉を当てっこするゲームだよ。言葉を当てっこするゲーム？男の子が何を言っているかをお口を見て当てるの。とても難しかったよ。その子は何て言ってた？夢とね、神話の森かな。あとは難しくてヨナはよくわからなかったんだよ。でも次までにはお勉強して絶対当てるんだ。いつかお兄ちゃんもヨナとゲームしようね。ああ。ヨナ、スイカだよ。お兄ちゃん、ありがとう。ヨナの頼みは何でも聞くよ。あとカボチャ、カボチャが欲しいの。カボチャだね。任せておきなって。お兄ちゃん、お兄、どうした？ううん、なんでもない。ちょっと気になることがあるからポポルさんのところに行こう。風変わりなものばかり欲しがるのだな、ヨナは。うん、小さい時からそうだったよ。でもいいんだ、ヨナが欲しがるのなら何だって揃えてやる。大変だな、兄というのも。大変なんかじゃないさ、ヨナの笑顔が見れるんだから。
ヨナ、ほら、カボチャだよ。いつもありがとう、お兄ちゃん。ところでヨナ、珍しくいっぱい食べるんだな。ううん、私が食べるんじゃないよ。ヨナ？お待たせ、お兄ちゃん。これ、ヨナが作ったの。これ、ケーキ？うん。ポポルさんに教えてもらったの。お兄ちゃんに食べてもらいたくて、こっそり作ってたの。ヨナ、ありがとう。さあ、召し上がれ。うん、すごく美味しいよ。お兄ちゃん、お仕事いっぱいで忙しいから、栄養のあるものを食べてもらいたかったの。そうか、すごく嬉しい。美味しいよ、ヨナ。やったー、いっぱい作ったからたくさんおかわりしてね。兄は大変だな。そうだね。いつかお兄ちゃんもヨナとゲームしようね。いつか。どうしたの、ポポルさん。あ、実はこんな手紙が来たの。君の悪い手紙だな。誰からの手紙？北の方にある森で、神話の森と呼ばれる場所の村長から。神話の森？話好きの明るい人たちばかりで、こんないたずらみたいな手紙を送ってくるような人はいないと思うんだけれど、ちょっと心配だわ。僕が様子を見てくるよ。え、でも僕もちょっと気になってることがあって。そうならいいんだけど、お願いするわね。神話の森は北平原の橋を渡って北側にあるわ。村長さんの様子見をお願いね。ロボット山で襲ってきた機械だ。飾りにしては品がないことだな。
崖の村にいたトカゲの化け物だ。こんな悪趣味な人形がなぜここにあるんだろう。この箱、砂の神殿にあったのと同じだ。仮面の王からの贈り物やもしれぬな。